昭和31年台風第9号は、1956年8月に北海道に上陸した台風である。バブス台風とも呼ばれるほか、秋田県大館市において、フェーン現象による大火を引き起こした。進路図1956年8月12日、フィリピンの東海上で発生した台風9号は、当初は中心気圧1000ヘクトパスカル前後であったが、その後徐々に勢力をながら北上し、15日に最盛期を迎えて、中心気圧960ヘクトパスカルとなる。16日から17日にかけて、9号は九州、中国地方など西日本にかなり接近し、日本海を縦断して北東に進んだ後、北海道の渡島半島付近に上陸。その後消滅した。北海道に台風が直接上陸したのは、1952年の台風9号以来4年ぶりであり、統計開始以降2回目の事例となった。台風が接近した長崎県の端島では2年前に建設された日本初のドルフィン式可動桟橋が台風によって流出したほか、西側と南側の護岸が100メートルにわたって随所で崩壊、木造の商店街も全壊するなど大きな被害を受けた。台風通過後の8月18日23時45分頃、秋田県大館市で戦後3度目となる大火が発生した。出火元は東大館駅前の旅館で台風通過後のフェーン現象による強風の影響で火は柴叩く間に燃え広がり、中心市街地の大町一帯は焼失した。火は156,984平方メートルに及ぶ敷地を焼いて約6時間後に鎮火したものの、全市以外の約4分の1にあたる1321戸が焼失、負傷者16人、損害額約40億円に達した。タバコの火の不始末が出火の原因だとされている。ありがとうございます。